光動画ファンの皆さん、こんにちは。東海道線袋井駅です。静岡県袋井市ですね。袋井は、東京から京都までの徒歩旅行の際に、泊まったんですね。宿泊したんですよ。カラオケボックスに宿泊したんですけど、どこだったかな、駅前じゃなくて割と幹線道路沿いのカラオケボックスに泊まったような思い出があるんですけど、楽器演奏してるんですね。フルートとかね、演奏してる、ハーモニカとかね、なんかさ、谷山ひろ子さんっていう歌手の方がいまして、谷山ひろ子さんが袋井市の歌っていうのを作ってんですね。なんか袋井、ここがふるさと、ここで生きてゆくとか、なんかそんな感じの歌なんですけど、それを袋井市っていうところから知ったわけじゃなくて、あくまでも谷山ひろ子さんという、人物の方からね、知ったんですよ。袋井市が先に来るわけではないですからね。そこはちょっと強調しておきますからね。駅前はなんだか結構地味な感じですね。予備校とかね、銀行とか。昔ながらの貸しどころ。東風って書いてコチって読むんですね。コチが吹いてるね。東から吹く風も西から吹く風も方角が違うだけで特別な何かね、違いはないと思いますけど、なんかあんまり賑やかな中心市街地っていう風情でもないな。西通り交差点。この道を県道275号線袋井停車場線と呼ぶんですね。停車場というのは駅のことですね。駅に向かう道だから停車場。袋井市中央子育て支援センターカンガルーのポッケだって。カンガルーですか。カンガルーのポッケ。でもカンガルーってポケットのある生き物って言われますけど、実際見たことないですね。動物園とかにいるのかな。新作振袖大展示会だって。振袖か。振袖ね、ない袖は触れないというか、袖は振るためにあるのか。橋ですね。静か橋っていうのかな。静かな橋。このランプがかっこいいですよね。これ、こっから橋だぞ。気合入れていけよっていう、そんな感じがしますね。二級河川、原野谷川だって。原野に続いてる？
これ銅像ですね。また銅像。ああ、背比べだって。ああ、君より君の方が背高いね。君の方が背低いねってね。その背の高さを比べてるんですね。うん、裸んぼで。まあ、裸じゃないとね、背は測れないですからね。なんか小学生の時に、健康診断とかさ、身体測定とかあって、なんかその身長何センチとかさ、測るじゃないですか。それでさ、同級生たちが俺何センチ、お前何センチ、あー 0.5 センチ勝ったとか言ってさ、なんか背の高さ競争みたいなことしてるやつがいましたね。まあ、私は割と冷ややかに、まあ、彼らを眺めてたわけなんですけど、もし今自分が、小学生の時にタイムスリップしたら、身体測定、健康診断の時にちょっとこう背を低くね、あの背筋をピーンと伸ばしちゃうと、背がさちょっと高めに出やすくなるんですね。だから逆にちょっとこう膝をね、気づかれないようにちょっと曲げるんですよ。ちょっと曲げて、1ミリでも2ミリでも背が低い、判定結果が出るような風にですね、仕向けて、背が低い、なんていうのかな、背を低くしようかなと思いますね。それつまりどういうことかっていうと、まあ、背の高さ競争をしている人たちっていうのはさ、だからその例えば身長 2メートルになれるんだったらなるんですよね。でも簡単になれないから競争になるわけですよ。ここはど真ん中袋井宿、まあ、東海道の、宿場町ってことで、なんか公園ですけど、まあ別に変わり映えもないですね。まあ要はですね、自分の理想とする状態ってのがどっかにあるんだけど、ただその理想の実現を妨げてくる何かがあるわけですね。だ本来だったら身長2メートルとかね、いや分かりませんけど170でもいいんですけど、それが理想だと考えてるんだけど、そこになかなかなれないっていう、状況があります。まあその、まあ、障害があるから競争が成り立つわけで、じゃあ自分はその背が高い方がかっこいいのかなみたいな、そういう既存の価値観をですね乗り越えるっていう、そのハードル層をやるってことですね。だから背っていうのは、まあ小学生のうちはさ、伸びてっちゃうじゃないですか。ね、縮むのは難しいですよね。でもそこをあえてなるべくその、身長が伸びることに抵抗するっていうことをやることによってですね、まあ、新たな、座標軸が生まれるというかさ、自分でそれを作るっていうかね。まあドッジボールで当てられてヘラヘラする子供を目指すっていう、そんな感じかな。あーでもなんかこの辺住宅地ですね。いや普通の住宅地ですね。あ、袋井なんですけど、袋井の袋はどこにあるんだろう。東海道ど真ん中桶屋桶彦。東海道ど真ん中ってことは、東海道の道の真ん中ら辺ってことかな。東海道はですね、まあ東京から京都までですよね。いや、私は日本橋から歩いてったわけじゃないんだけど、1日目に神奈川県の秦野まで行って、で、2日目に、静岡県の沼津まで行って、で、3日目に、静岡まで行って、
で4日目に袋井ですね。ああ袋井市教育会館、うん、これより袋井塾だっけ。宿場町といってもなんかそんなにあんまりね、熱心な町並み保存地区ってわけでもないのかな。袋井市役所南交差点スクランブル式ですね。袋井市教育会館、教育ねまあ教育ってのはね、教育って何のためにするんでしょうね。日本という共同体を維持するためですか共同体を守らなければ、自分の私たちの生活は、ね、国家によって守られてるじゃないかと、ね、国家の下に、まあ、袋井市というねコミュニティがあり、そのコミュニティの中で人というものは生きている。コミュニティなしに人というものは存在しないんだと。だから教育というものは自分たちのコミュニティね、これを守るためでね、やるんだとね。だから教育を受けない権利なんかないよと。なぜなら、そういうやつ、教育を受けないやつはコミュニティをぶっ壊すから。年末の交通安全、いやそうでしょ。だからさ、教育だから、その道路交通法とかね、教育されないやつが道を走り回ってたらダメでしょ。俺には教育を受けない権利があるとかダメでしょ。ダメですよそんなもん。日本一健康文化都市宣言、核兵器廃絶平和都市宣言、いろいろ宣言してるんですね。でやっぱりその健康であること、そして健康で文化的な、生活ですね。そして、平和であること、これはもうね基本ですからね。だからそのさ、だから例えばその将来、子供を作った時にですね、子供に健康的文化的な生活をさせてやんないと子供がぐれちゃうじゃないですかね。ちゃんとした栄養のある食事を取らせる。でそれをやっぱりあらかじめ教育しとかないといけない。だから、教育受けることは義務なんですね。大変ですね、ギャラリー金木犀。袋井郵便局ですね。そこの看板に、右4キロ、加水祭だって。加水祭添付ってなんだろう。なんか駅前よりこの道沿いがちょっと賑わってる感じもしますね。ただなんか、賑やかな商店街っぽい感じでもないっていうか、2012年、東京から京都までの徒歩旅行の道のり、どの道歩いたかな。あの時は雨降ってたんですよね。でしかもさ、朝早く出発したから暗くて、ほとんど袋井の街並みとかあんまり見てないんですよね。人はなぜラーメンを食べたがるのか、それはここにうまいラーメンがあるからだ。
で、うまいラーメンが食べたいっていうのがあるけど、そのそもそもの問いというのは、人はなぜラーメンをね食べたがるのかってことでしょ。で、うまいラーメンかどうか通ってないんじゃないかな。あ、うまいラーメンがあるという個々の事象から、ああ、ラーメンっていうのは美味しいもんなんだ、食べたいなっていう、そういう結論が導かれるのかな。ああ、目黒のサンマみたいな感じで、ああ違うか、目黒のサンマを食べて、あ、サンマっていうのはうまいと、ああサンマはうまいよっていうことかな。フットトラブル専門医、あ、巻き爪とかさ、かわいそうですよね。巻き爪ってさ、体質的な問題で、もう何度さ爪を切っても巻かれちゃうわけでしょ。切っても切ってもさ、爪がくる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 ね、パーマかけるかのように、巻かれちゃうので、痛くてしょうがないみたいな。まあこの辺り、まあ、お店が並んでますけど、あんまりなんかね、ごちゃごちゃとした市街地っていう感じでもないんだよね。お、古めかしい酒屋さんの看板ですね。まあ酒屋さんってなんかおじさんが豪快に酒だ酒だみたいな感じで、営業してるっていうイメージがあるけど、これは偏見ですかね。まあ12月は日が短いですね、当たり前だけど、2020年12月、まだ15時半だけど、もうなんか日が傾いてきてるよね。だから冬の時期って旅行するにはあんまり向いてないような気もするんですよ。だって明るい時間帯が短いってことは、あの景色があんま見づらいわけですよね。だからあんま年末年始って実はあんまり旅行に向いてないっていう一面もあるんですけど、ただそれでも割と年末年始旅行行きますね。それはね、なんか冬の季節って何とも言えない哀愁というか、わびしさというか、寂しさというか、そういう雰囲気があってですね、そのなんか哀愁みたいなものが結構ね楽しいっていうかさ、